どうも、ゲーム仮面です。今回は料理企画、料理はね、正直したことがないんですね、ほとんど。料理をね、できる男の方がモテるということで、料理1年生韓国風豚キムチ丼を作ろうということです。まずは下準備だ。醤油を大さじ2杯ぐらい、続いてみりんを大さじ1杯くらい、まあこれも俺は目分量で入れるよ。続いて蜂蜜を入れます。はい、だいたいこれぐらい入れちゃいましょう。そしたらスプーンで混ぜます。これで一旦こっちは大丈夫。今回はこの豚肉、だいたい 190g あると。サラダ油を本来ここで引くはずなんですけど、完全に忘れてました。まさに料理1年生って感じですよね。はい、まあ、こんな感じで、ちゃんとね、肉全体に火が当たるように菜箸でいろいろねつついてます。さっき作ったやつを入れます。あとはひたすら肉全体に火がちゃんと通るように、していきます。いい感じだぞ。いい感じになってきたところでね、早速韓国キムチを大胆にドバーンとドバーンと入れちゃいます。そしたらいい感じに、混ぜていきましょう。いい感じに焼けてきたかな。こんな感じです。あとは事前に用意していたこちらのご飯に入れていきます。で、超適当にごまを入れます。卵を入れたら、はい、こちら完成です。韓国風豚キムチ丼です。めちゃくちゃうまい。今日もごちそうさまでした。以上、ゲーム仮面でした。